改めまして皆様おはようございます。本日はアナイレート記者会見にお集まりいただきましてありがとうございます。ちょっと着信でございます。お待ちください。ちょっと確認します。はい、どうぞ。はい、私アウトレイジのマネージャーやってますライパーの小崎と申します。よろしくお願いします。そして、はい、なんかいつもの雰囲気がだいぶ違うので、ちょっとやりにくいんですよね、最近は。こんなに人が来るのは、まあ、うちの会見にはあんまりなくてですね、ドリームというと、この前集まるんですけども、なかなか、面白いですね。そうですね。はい。はい、まあ、今年になって、嫌なことばっかりしかない。ないのにね、うちなんですけど、はい、はい、まあ、ちょっと一時期、ブログで僕もちょっと消極的なことを書きまして、みんなが大騒ぎになったんですけども、まあ、人生、生きてれば何かあるなと、はい、はい、いうことです。はい、まあ、もうちょっと頑張っていきたいと思います。はい、まあ、ちょっと、今回、ちょっと複雑な、はい、大会になります。その辺の説明を小崎さんの方から、はい、お願いします、はいはいはい、ということでディープ佐伯さん、佐伯代表でございます。よろしくお願いします。お手元に資料の方を配らさせていただいておりますが、確認していただけますでしょうか。まあ、ご挨拶文、それから紙資料一式、それから、3月9日に発売されます DVD、 それからデータの資料の CDR、 それから、映画のポスタグラムというふうに封入させていただいております。ご不備の方ございましたらお帰りの際に係員の方までお申し付けください。ということで今回の大会は、目の前にですねこうずらーっと貼ってありますし、お手元の資料に入っておりますので順次にご説明させていただきます。まず出会いがですね、アウトレイジの20周年のライブを行った際に、ディープのスタッフの方が、ライブにいらっしゃっていただきました。ちったのライブに。でその時に非常に盛り上がって多分ダイブでもしたんじゃないかというぐらいの盛り上がりのスタッフがですね、アウトレイジのメンバーにアプローチを、していただきまして、ぜひ一緒に何かやりたいということで、まずは、資料にある通りでございますが、コラボレーションのシャツを作ったり、そして、なかなかヘビーメタルのバンドがリングに上がることはないんですが、リングに上がってですね、ご紹介いただいたり、まあ、応援の言葉をかけさせていただいたりということで、もともとディープの代表佐伯さんも名古屋出身と。そうですね、はい、はい、はい、で離婚した妻が名古屋にいると。はい、いると。はい、そうですね。だからそんな感じですね。大丈夫ですか。映ってますんで奥さん見てますか。はい、大丈夫ですか。つい土日も名古屋で、はい、大会があったんです。はい、スガキ屋のラーメンと味噌煮込みとみんな食べてきました。満喫してきた。はい、はい、名古屋最高ですかね、食べ物は。はい、はい、なんでそんな名古屋から発祥したというところで、まあ、アウトレイジを佐伯さんも応援しようじゃないかということでコラボレーションの PV を作らせていただいて、ご存知の方もいらっしゃいますけど「マッドネス」という曲に、選手の格闘シーンを入れたということで、アウトレイジ的には初めての試みなので、はい、非常に盛り上がった感じになっておりまして、で、そこから、ちょっとアウトレイジも CD アルバムの制作期間に入ってしまったので若干ちょっとお時間経ってしまったんですが、ちょうど去年10月の24日に50回大会ですね。はい、そうですね、はい、 10年目の大会ですね。はい、そうですね。ということで、JCB ホール満員御礼の大会にですね、アウトレイジの曲に、全階級の王者チャンピオンがコーラスで参加するという楽曲、ダイヤルエアナイアレイトディープファイターズ VS アウトレイジという曲を作りまして、その V を流しということを初お披露と。はい、そうですね、はい、コーラスとか参加したりするんですけどね。選手は選手しましたね。いや、過去に過去に。いや、多分ないんじゃないですかね。ないですね。はい、レコーディングも一緒に立ち会っていただいたんですけど。そうですね、緊張しましたね。そうですよね、はい。ちょっと僕質問しいですか、ね、はい、多分あんまり格闘技系のマスコミさんとか分かんないんですけど、ロックとヘビメタって何が違うんですか。
ロックは大きく広い意味でロック、そのうちの一部で、はい、こうヘビーな、とてもこう強い音楽をやってるのがヘビーメタルと。そうですね、はい、はい、いやちょっと多分ね、あんまり意味違う、まあやっぱりね、そこで今回の4番のみんなヘビーヘビーでロック、基本はロックです、基本は大きくロック。そう、わかりました、はい、まあね、僕のやっぱ小さな頃もやっぱり流行りましたからね。そうですよね、はい、ラットとかそんな感じですね。あ、そうです、年も同じぐらいです、ね、はい、そうです、はい、そうです。ボンジョビとかはどっちなんですかね。まあ一応僕たち寄りですけども、ね、はい、微妙なところで、はい、そうです、はい、そういう、そうです、ボンジョビのデビューアルバムを予約して帰った時も、マジですか、はい、 MGB がね、そうですね、全盛期ですね、全盛期ですね、はい、そう思いました。そうです、あのこのきっかけが、あのうちらからもう一個あったのが、あのちょうどアウトレジの曲を使っていただいた松井選手という選手がディープの大会に出た時に応援に行かせていただいて、そしたらあのちょうど対戦相手の方がこのポピュラーな音楽で、どちらかというとこうアイドルチックな楽曲を使った方との試合で、もちろん僕たち松井選手を応援するじゃないですか、アウトレジの曲なので。そしたらあの負けてしまいまして、まあ負けるのはしょうがないんですけど、なんかこうアウトレイジヘビーメタルをせっかくやってるのに、なんかこう柔らかい音楽に負けた気がしてですね、はい、ちょっとこう不甲斐ない。あ、そういうあのがあるんですね。ある、ね、あ、なんか他のこうなんか洋楽とかだったらいいんですけど、そうですね、強い音楽だったら。でもあれですね、あの名古屋球場もやってましたね。やってました、スーパーロケで、あの来ましたね、 MSG とかね、はい、はい、行きましたね僕も、はい、あのよくご存知なライターの方々がたくさん、ね、ホワイトスネークとか、そうです、そうです、一緒です。あ、そんな話です、はい、すみません、はい、まあそんな出会いがあって、その曲を発表したということで、3月13日の渋谷アックスで今大会をしようということになっております、はい、で、どんな大会かというところ、資料をめくっていただきまして、概要を取り出して、チラシになっているものが一番わかりやすいかと思いますので、こちらご覧になっていただきまして、対戦表になっております。はい、うん、まずあれですね、スズメというと、うちがですね、まああの、まあ、本当はスーパーヘビー級って言うんですけども、メガドン級っていうことですね、まあ大きな選手、を、16人集めて、トーナメントをやりまして、それは多分2年前ぐらいなんですね、はい、で、そこで、チャンピオンを決めて、はい、という形で、まあ一時期ちょっと、16人みんな100キロ以上の人が集まるっていう、はいはい、まあ、あの結構受けたんですけども、企画的にも 1.6 とか、はい、でサンデージャポンとかも見上げてもらったりとか、はいはい、いろいろしてもらって、まあその中で、まあ正統派の、川口雄介っていう選手がですね、優勝しました。まあそれが初代チャンピオンになってですね、はい、昨年のドリーム、名古屋大会でもジェームス・トンプソンに勝ちました、はい、まあその後ちょっと、海外の試合で怪我をしてしまい、今回、ベルト返上という形になりました、はい、そして、今月25日にですね、後楽園で、その2代目の王者を決定する試合が行われます、はい、その王者に挑戦権をかけた、はい、今回は4人での、メガトン級のワンデートーナメント、はい、だから1日2試合という形で、4人が、出場します。はい、はい、ですね、まあ後で説明しますけども、まあ、大きい選手ばかりで、外国の方も2名入っています、はい、リザーブファイトも含め、あとワンマッチもあって、なかなか、なんていうのかな、僕らのそのメガトンの試合というのは、まあ、格闘技をあんまり見たことない人だったりの人でも分かりやすい、はい、まあ、大きな選手が、ぶつかり合うというのが一番の、セールスポイントなんで、はい、ロックファンの方も必ず、シートするんじゃないかなと思います、はいはい、そうですね、はい、残酷なんですけど、目の前で誰かがガーンって勝ったりすると興奮しますもんね。そうですね、で本当にでかいんで、みんなそうですよね、はい、でそれに対してはい、はい、で、せっかくこう
曲を使って入場されてきたりというかとかというのは常日はあるんですけども、よりも一歩踏み込んだところで選手をバンドが応援していこうと。でもちろん入場の際にはあの CD 音源かけたりするんですが、そうではなくてその前に応援合戦ということで演奏し合うと、A バンドと A 選手、 A 選手のために A が演奏し、 B の選手のために B バンドが演奏して、その後試合が行われると。でどちらかの方が多分勝つと思うんですが、その後今度は C という選手のために C バンド、 D という選手のために D バンドが演奏し、どちらかの方、勝った方が、調整権をかけたこのワンデントーナメントの決勝に向かうというところで、決勝の、入場の際にはですね、バンドもあまりこう役に立つわけではないですけども、セコンドとしてというか応援として一緒に入場してですね、できる限りの熱を選手に伝え、勝つという方向に向けれればなというところで、このバンドとともにファンが選手を応援して、自分の応援している人がこの日の、まあ、勝者になると。その勝者は次の大会のチャンピオンに挑戦しますので、そのチャンピオンを破るのは自分の応援する、いつも聴いているあのバンドが応援していくんだぞというような一体感を持って今大会を進めていければなと。そうですね。で、まあ優勝したバンドについてのがまだこれからとバンドさんとの交渉があるんですけど、ね、はい、まあ、タイトルマッチ自体が6月か8月かまだちょっと決まってないものですから、日程によって、バンドさんがもしも交渉が、はい、まあ、お金とかいろいろあると思うんで、なかなか簡単に決めることできないと思うんですけども、まあ、できたら、その選手についてまあ煽り V だ、はい、まあ、あとは国歌斉唱をそのバンドの方ができたらね、一番いいから。ただ問題はちょっとモンゴル国歌とグルジア国歌を覚えてもらわなきゃいけないこともあるので、ちょっとその辺もちょっと問題があるんですけども、もしもよければ覚えていただいてやるとすごく盛り上がるそうですね、はい、いや、まあ、これからの交渉ですね、これからですね、はい、はい、そんな感じですね、はい。では、どちらどうですかね、バンドからですね、バンドからもう来ます、はい、来ました。じゃあ、ここからちょっとそうですね、私たち移動させていただきまして、はい、